皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。はい、今日の動画は特にテーマはないです。気になるものをコンビニで買ってきてゆったり晩酌する動画です。久しぶりにゆったりまったり雑談しながら飲んでいこうかなと思います。全部は食べないんですけど、今日買ってきた商品こんな感じです。とりあえず気になるものをバンバン入れてきてみました。まずファミマで買ってきたおつまみ磯貝298円、サーモン尽くしのお寿司440円、激辛マニアカラバク魚粉が145円、そして茶碗蒸しが208円。ホットスナックはファミから唐揚げ買ってきました。醤油味と塩味を2個ずつ1個98円です。もちっと極太つけ麺268円。おつまみ磯貝の方が高いんだけど。つけ麺は飲みすぎた翌日が美味しいので明日食べます。そして氷を買うために寄ったローソンで気になるものを見つけました。ニンニクマシマシソーセージ171円、そしてお気に入りのクラフト196のパイン。今日レタス準備するの忘れたので、キャベツが安かったのでキャベツも買ってきました。はい、こんな感じでこの中から今日は食べれるだけ食べていきたいと思います。今日はグリーンラベルです。なんだかんだこれが一番落ち着くんだよ。あ、セーフ。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。いただきます。まずビールにはこれでしょう。うん、分かってはいたけど、キャベツが栄養入ってんのかっていうぐらいカサッカサです。唐揚げはレモン汁必須です。ファミマの唐揚げめっちゃ大きい。うん、味が濃すぎなくて衣が軽いタイプ。今までずっとレタスだったけど、やっぱキャベツと揚げ物の組み合わせも美味しいわ。七味かけます。味付けは薄めなんだけど、塩も醤油もちょっと甘め。ずっとサーモンに誘惑されてる。サーモンの握り大好き。今日で4日連続飲酒してしまったので、明日は休肝日しようという心得で今日挑んでおります。貝もすごい大きさ。居酒屋で働いてる頃めっちゃ食べてた、これ晩酌で。動画にもよく出てたよね。噛み応えが素晴らしい。
パイナップル買ってきたんだけど、ちょっと合わないかなと思って、今更食事に。キリン特製レモンチューハイボール 7%。 すいません、ちょっと今日は草しして、これに入れます。草しって伝わんのかな。氷固まっちゃってんだけど、全部。7% は焼酎ハイボールのドライが一番好きなんだけど、これも甘くなくて美味しい。茶碗蒸しを温めてきます。コンビニの茶碗蒸し大きくていいよね。夏は冷たく食べれるし、冬はこうやって熱々で食べれるし。優しい味。さ、生きてるといろんなことあるし、悩みも尽きないけど、お酒飲んでる時だけはちょっとだけでも現実逃避できる気がするよね。最近本当に思うのは、20代とは違うなと。30代になると自分も周りの環境もガラッと変わってくるなとしみじみ感じております。ちなみに最近は韓国ドラマにハマってて、まあ恋愛ものをよく見るんですけど、韓国ドラマの恋愛ものって結構ハッピーエンドなものが多くて、結果幸せな気持ちで終わるし、あ、恋したいなっていう気持ちが高められるからすごくハマってます。この激辛マニアのスナックはエンディングで食べるとして、今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。あー、いい匂い。はい、ということで今日は特にテーマはないコンビニ晩酌だったんですけれども、最後にこちらを食べていきましょう。
最近辛いの食べてなかったせいかめっちゃ辛い。でも味は美味しい。しょっぱすぎず辛っ。もう激辛商品って名前だけで大したことないのがほとんどだって思ってたから久しぶりにびっくりしました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴木美でした。バイバイ。石焼きも、お芋